ミラボーは、フランス、プロバンスアルプコートダジュール地域圏、ボクルーズ圏のコミューン。コミューンは、石灰岩室の大地の上にある、デュランス川によって開かれた峡谷の入り口にあたる。この大地は中世以来サンセピュルクル大地と呼ばれている。ミラボー峡谷は、デュランス川が横切る素晴らしい場所である。そこでは、川の流れが激しく大きい。 コミューンは四つの県が交わる地点で、ペルティウとマノスクの中間にある。ミラボーは、ミロアが見ること、または理解すること、ボーオーとは、美しいという意味である。12世紀には本当に、ミラベルという地名で呼ばれ、遠くから見える高い土地を意味していた。サンピエール教会サンセピュルクル大地には、紀元前500年頃のラテーヌ文化時期に、最初の住民が住み着いた。 考古学者によると、この戦略的に重要な場所は、考古学的痕跡が組織的に探されてこなかった。ガロローマ時代は、未発掘のラムーランという東洋が代表的である。そこではおそらく、ガリアさんのアンフォラが焼かれ、フェルム池に近いビルラで、モザイクが見つかっている。最初のカストルムができたのは12世紀初頭であった。ローマ教皇ゲラシウス2世の教書によって、 1119年に、ミラベルの地は、ビルレザビニョンにあるサンタンドレ修道院の所有となった。50年後、アレクサンドル3世は、教書で、ミラベロのアンダオン3にあるベネディクト会修道院の所有へと更新した。1189年、テンプル騎士団はミラボーにおいてデュランス川を往復する、渡し船を管轄下に置いた。彼らは、マグダラのマリアに捧げた。 礼拝堂近くに住居を建設した。このカンテペルドリクス礼拝堂は、マグダラのマリアに捧げたものとしては、プロヴァンス有数の古いものだった。この礼拝堂は、デュランス側の私森の兄弟会の大きな信仰の地となった。礼拝堂のファサードには、13世紀にあった日食の様子がラテン語で刻まれている。後、カンテペルドリクス礼拝堂を含め、 ミラボーにある四つの教会は、サンタンドレ修道院の所有となった。平民領主、コルニビラヌは1257年住民に税を課し、1260年に、デュランス川に架かる橋を建設した。1287年、彼の息子ピエールとベルトランは報道を奪われ、一部を、プロバンス博及び、ホルカルキエ博ャルル2世へ売却した。14世紀から15世紀、 ミラボーはバラスケの所有となった。デュランス川を渡る渡し船は1364年から存在が証明されている。バラスケは13世紀の洪水で被害を受けた古い橋を同年に再建した。ロレーヌ湖、プロバンス北であったルネダンジュはミラボーにちなんでミラベル工業を新設した。ミラボーを含むホードは1570年に売却された。 マルセイユ領事で裕福な商人であったジャン・リケティが新たな領主となった。彼はこの買収で貴族の称号を得ようとしたのである。彼はナポリの貴族を先祖に持つという偽の家系図すら作らせた。この詐欺行為は成功し、プロバンス貴族の監督官、オノレ2世は1685年、公爵領に城を建てた。彼のひ孫がフランス革命のヘルクレソのレ・ガブリエル・リケティド、 ミラボーである。1985年、ミラボーは映画、愛と宿命の泉の撮影地となった。奥であるワイン、コートデュリベロンが生産されている。ありがとうございます。